園内に置かれている彫刻教育の森公園の運動場教育の森公園は東京都文京区大塚にある文京区立の公園である。かつては当地は東京教育大学のキャンパスであったが1978年に筑波に移転したのを受け、跡地を文京区が国からの払い下げを受けて公園としたものである。江戸時代には徳川光国の弟、 松平頼元が万治2年にこの地に屋敷を構えた。頼元のこの松平頼貞が道の曇り山藩主や大学頭などの養殖を歴任したことから、屋敷は6万2千坪になったという。屋敷の一部にある庭園は、占い主人園と呼ばれ、江戸にある名園の一つに数えられるとともに、特にホトトキスの名所として知られていた。 占い瞬園はその後の東京教育大学にも取り入れられたが、現在では教育の森公園に隣接してあり、その名残を見ることができる。その後1903年には、それまで湯島にあった東京高等師範学校が当地に移転し、1949年の新生東京教育大学への改編を経て1978年まで当地にあった。 1978年、東京教育大学は、筑波で開学した筑波大学に改編され、閉学されたため、その休校地の一部は、公園として整備され、1986年に、文教区立教育の森公園が誕生した。2017年1月頃、教育の森公園公共自転車駐輪場に、東京、自転車シェアリングのサイクルポート、 E3 さんから礼に教育の森公園が設置された。この事業は、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区臨海部、渋谷区の各サイクルポートでも貸し出し、返却が可能。現在は、教育の森公園改修工事に伴い、サイクルポートの場所を平和の天使、像の横に移設された。完全に移転したわけではなく、一部に、 筑波大学のキャンパスに残存している。ありがとうございます。